これをまともに食らおうとは手抜きか。 見せろよ。この一戦のため磨いた技全て解放する。 そうだ、これが戦いだ。 ここからもっと燃やそうぞ。仕留める。どうした、この程度でくたばるのか。
切れるか。この刹那に食らいつこうぞ。悔しいものだな。
お前はどうだった？この世界に産み落とされ、名を与えられ、生きてきて。歩いてきて何を思った？存分に楽しかったか？おい、聞こえるか？すぐよ。くれ、頼む。出よ、出。どうか。別れ方絶対許さないんだから。起きなさいよ。目が覚めたのかい？ああ、よかった。本当によかった。何言ってるんだよ。あんたが一番無事じゃ。約束、あんたがいなくちゃ守れないだろ。
よう、また大活躍だったな、相棒。どうにかなったからよかったものの、一人で戦おうなんて無茶、二度とよしてちょうだい。こちらの心臓が持たないわ。まったくだ、急に飛ばされた俺たちの身にもなってみろ。お前が戻らなかったら後悔どころの話じゃなかったぞ。手当てはできていると思うのですが、痛みはいかがですか？よかった。ですが、ひどい怪我でしたからしばし安静に。よくない！全然ちっとも一つもよくない。ここにメーティオが来て、あなたが帰ってくるはずだって、なのに全然帰ってこないし、やっと転移してきたと思ったら意味わかんないくらいボロボロだし、バカ、本当に心配したんだから。皆さんがご無事で何よりですわ。私たちも引き続き安全運転で参ります。どうぞ最後までごゆっくりお過ごしください。それからご質問いただいていた件ですが、そろそろ通信が届く件内かと。お、そいつはロホだ。早速各国に連絡してやろう。凱旋の準備しておけよ。君が気を失っている間にラグナロクはウルティマトゥーレを出てね。もう立てるかい？よければ外を見てほしいんだ。私たちの星へ。
グナロクだ。戻ってきたぞ。よかった。本当にね。よっしゃー、おかえり。うおー、よし、
Thank you.
親愛なるお父様、お母様へ。これはきっと石の家でしたためる最後の手紙になるでしょう。文字を綴りながら暁としての日々を思い返しています。ここに初めてやってきた時のこと、そして週末に立ち向かった時のことも、私たちは遥か遠い天の果てで戦いを繰り広げましたが、あの絶望の海は誰かの胸の内にあったのかもしれない。ふとそんな風に思ったのです。事実、私もこれまで幾度となく打ちひしがれ、悲しみに暮れ、くじけかけました。けれど振り返れば確かに笑っていた日があったのです。たったそれだけの事実が、あの希望の花と同じく確かに咲き誇っています。だからこそ私は出会った人と、またこれから出会う人と笑い合いたい。新たな花を咲かすように、あるいは暗闇に希望の灯火を灯すように。そう願いながら、まもなく石の家を立ちます。先日皆で話し合った通り、暁の決命は解散するのです。おっと、すぐに行くよ。とはいえ、それは表向きの話。遅くなってすまない。こんな時に何してたのよ。ちょっと手紙をね。こうして顔を合わせる機会もしばらくなくなりそうだな。暁は週末の収束をもって解散。以後はグランドカンパニーエオルゼアをはじめ、国際組織が中心となって諸問題の解決にあたる。対外的にはそういう風になっているのだもの。これまで通りに集まっていたら台無しだわ。
されどその実態は原点への回帰。ミンフィリアが立ち上げた当初の秘密結社という形に戻って私たちの活動は続くのです。そうだね、当面はそれぞれで世界を見回りながら取り組むべき問題を探していくことになるが、いずれまた大きな困難に挑むこともあるだろう。今よりもっと成長した私たち皆でね。待ち遠しいような、そういう事態は起きない方がいいような、複雑ね。まあ集まるだなんだと大ごとにせずとも、力が必要になったら呼べ。どの道槍を錆びさせるつもりはないからな。言ったな。なら暁のリンクパールは捨てずにしっかり持ったらよ。タタルはここに残るんだっけ？はいです。秘密結社といえど拠点は必要ですし、そうなると誰かが建物の手入れをしないと。ということで、石の家は表向き新進気鋭の職人タタルの工房となります。より一層がっぽり稼いで丸儲けです。知らないうちにお店か何かにされてそうね。俺楽しみにしてるよ、みんなと次に会える日をさ。ではでは皆さん、出発のお支度を。しばしのお別れになる方もいらっしゃるでしょうから、今のうちにしっかり挨拶をしておくです。
Thank you.
さてと、私とアルフィノはひとまずイシュガルドに行くわ。ガレマルドに残ってる派遣団からの最新の報告書がアイメリク総長のところにも届いてるんですって。それを見せてもらうの。ついでに防寒具も調達したいところだね。ユルスたちへのお土産も何か探してみよう。みんなはこの後どうするの？私は定時ドラバニアに行くわ。探している本がグブラ幻想図書館にありそうなの。ついでに一人暮らしの頑固な老人の様子も見てくるつもりよ。俺たちは当てがある旅じゃないが、ひとまずオールドシャーレアンだな。ええ、一度レポリットたちの様子を見ておきたいのです。まだ彼の地に滞在している者がいるようですので。だったら途中までご一緒させてもらえる？私たちはバルデシオン文館に戻る予定なの。最近来た依頼がいくつか溜まってるらしいからな。まずはそれの確認から始めるつもりだ。エスティニアンはラザハンかい？ああ、もっともブリトラから肝心の要件は聞いてないからな。そこにとどまるとも限らないが。そうか。となると皆行く方向はバラバラだし、ここでお別れということになりそうだね。その前に一番肝心なことをまだ聞いていないのではなくて？お前は、あなたは、あんたは、君は今日何をするんだい？いつ訪れようとここは変わらないな。満ちた命は輝き、たゆたう時を生き続ける。だが感じる、何かがうごめいているような。地の底より深く、星なき夜より暗いところ、あまたの間をつなぐ晩まで、何が起きているのか早急に突き止めたいところだが、本格的に動くのは彼女が到来を予言した星との出会いを果たしてからかな。魔の巣窟たる晩まで、パンデモニウム、共に挑まんとする星とはいかなる存在か。まだ見ぬ君に巡り会えるその時が楽しみだ。